S350 でございます、まだ名前が残ってるんであまり脇から映せないんですけども、お役目を終えてですね、車検はあとちょっと残ってたんですけども一時抹消した感じでございます。外装は悪くないですね。ちょっと雨で汚れてはいますけども、全然まだまだ、いい感じじゃないでしょうか。この青帯のデンデンというところの境界ですので、はい、コンチネンタルの新しい、あのタイヤを付け替えたんですけど、運悪く脇に穴があっちゃって、これ補修してあります。もちろんあの空気漏れしてないので、まだまだあの溝もバッチリあるのが4本ありますので、この純正のガリ傷気にしなければ、夏タイヤの方も十分これで使えると。そして現在のスタッドレスの方も、横浜の16年という書いてありますけど、まあ、東京であれば次のシーズンも行けるだろうと。もう本当のすごいところっていうのはちょっと分かりませんけどね。これ爪折ってるんですかね。なんか標準でしたっけ。いやーちょっと分かってないですかという感じでございます。綺麗に使われてたんですけど、今はタイヤが乗っちゃってます。はい、一応このようにですね、ちょっと早めに下ろしておきますけど、ちょうどこの一本取れたぐらいですかね。はい、ラグジュアリーの方ですね。アルパインのモニターもついてますし、サンルーフもついてます。仕様としてはもう本当にとてもいい状態ではないでしょうか。まあ、距離とですね、まあ、お疲れ部分ありますね。今から説明いたします。まだ運転席のシートもこのぐらいでヘタレで保ってますからね、かなりいい状態だと思いますよ。プッシュスタートになってます。鍵挿してもいけます。あのオークション会場でね、よくこのボタンだけ盗む人がいて後送りになることがあったりしますけど、普通に鍵はここで挿せますよね。まあ、もちろん今回はプッシュで行ってみましょうか。はい、行きます。ブレーキ踏みながら、はい、この奥にですね、エンジンチェックが隠れております。車検場でごまかせないかなとは思うんですけどね。はい、ということで、サインの方とメーターの方もついてますね。実車支払いしなくても出ちゃうんでしたっけ。出ますね。支払い実車、あ、出ないですね。支払いをして発行、いわゆる 26P ですね。新しい方なんで、昭和で押してからだと安くなっちゃうってやつ。音、まあオーディオ関係もうあのいわゆる W221 を扱ってる方でしたら分かると思いますけども、あれですね。あと何でしたっけ、燃料圏が動かないって言ったかな。燃料入ってても燃料圏が反応しないようなこと確か言ってたと思うんで、見る方法とすればあれでしょうね。あと何キロ走る、あら燃料圏が動かないから走行可能が出ないのかな。満タンに入れてからいくらぐらい走ってるとかですね、まあ、普通に本人はもう毎日仕事出てて寮で分かるんでしょうけどね。確かそうですね、そんなことも言ったような気がしますね。あとはもうアナログになってしまった部分ではあると思いますけど、まああのこの業者として面白いのがどんな音楽聴いてるのかなっていうのがね、結構楽しみだったりしますけどね。ピアノロマンスですね。いや今デフレパードのパイロマニアかと思いましたけどね、知ってる人がガグッと減るいつもつまらないコメントで、皆さんからお叱りと、お喜びの言葉をいただいております。あれ横にするんでしょ、あれ どんでしたっけ、アルバムリストハードです。あ、出ました、俺のカラオケ大会の音源っていうのないですね。良かったです。いいですね。
このお客様を考えた、音源と言ってもいいんじゃないですかね。はい、バラードとかですね、こういうのは、ですね、穴とか言ってあのパンツの穴のサウンドトラックだったりしたら面白いですけどね。まただいぶ古い、昭和ネタでありがとうございました。目白の自動車でした。あ、距離です。距離424,300キロですね。踏んでます。このように反応はしっかりいいですからね、まだまだいけると思います。ありがとうございました。あとオートドアついてます。ちょっと反動つけないと、あ、ちょっと狭いから。あれ Wi-Fi つけてたんですね。さすがですね。よいしょ。まあ、ちょっと広いところだともっと思いっきり上げればよかったんですけど、電柱のところに止めてしまいました。ありがとうございました。